では今からウイレイーフトのガチャを引いていこうと思います。それよりも、ね、指名選択権、契約権がなんか一新されてるみたいなので、ちょっと見ていこうと思います。どれがいいと思いますか？見えないとわかんないですね。あ、そう、サッカーわかんない？わかんない。わかんない。わわかかんるないや、こね。ら。こ食べたくないんだら。よな。まあ、わかんないとは思うんだけど、じゃあちょっとね、見ていきましょう。この J リーグ、トゥーリオと酒井宏樹。J リーグなのに結構いいですね、これ。いいですね、これ。特に酒井。いいですね、これ。ちょっち欲しいけど我慢しよう。なぜなら今、お金が、貯めてるから。今回のあたりは、マルティネッリとコマンとマクトミネと、この辺どうなの？わかんない。ビチニャ。じゃあなあ、つまりこのスーパーサブ軍、ジルーこれキーパーついとるやんけ。ちょっと欲しいこれ。ファンデフェン。ファンデフェン誰？でかっ。俺のチンコ見た。いやー、普通のチャンネルだと、こういう下ネタあんま言わないから新鮮だろうね。はい、じゃあ引いていこうと思います。何が当たりかよくわかりませんが、とりあえず3回引こうと思いますと、カモン！今日は他人なんとか君がいるので、テンションがちょっと違いますと、なんか言ってみて。何か言ってみて。はよ、言え。そんな無理な。つら。セリア！まさか？あ、違うじゃんか。ああ、それじゃねえよ。そっちのキーパーじゃねえんだよ。俺が欲しいのは、こら。てめえ。どうなんだろう、能力。微妙！微妙は、あれ、なんか年寄りがさ、尿漏れ起こしたぐらい微妙。これは微妙ですな。微妙。年寄りの尿漏れ。キモいわ。血の轍っていうさ、毒ママのさ、年老いていく話が終わったんだけどさ、なんかあれ、ひたすらどうでもよかったって、これコマン来とるやんけ。コマンって10回言ってみて。やな。あ、そう。コマン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 とか言うなよ。言ってねえんだよな。コマン来とるやんけ。当たりやんけ、これ。コマンはね、何が当たりですかって言われて、このスピシュンとドリブルのね、能力値高いな、これ。それからスーパーサブ。いいですな、これ。1年間、三笘君とコマンをスーパーサブで使い続けることができるという幸せ。皆さん、いかがでしょうか？カモン！あ、そっか、今度からイフトのガチャ、メインチャンネルであげよう。はーい、セリけど。ア。お、来た！これ来た！ジルー師匠来たかも。師匠、師匠、合ってた、師匠、カモン。なんで師匠っていうか知ってる？知らない。あのね、ノーゴール師匠から来てんのよ。ノーゴール師フォワー匠。ドなのに、なんか50試合か40試合連続でノーゴールで、で、それでノーゴール師匠って言われた人がいて、鈴木孝幸っていう。はあ。で、そこからフォワードなのにゴールを決めない人のことをノーゴール師匠っていうふうになったの。そういう名誉なね、称号が。やめようってるだろ。マルティネッリ欲しい。マルティネッリ。マルティネッリ欲しい。あ、そうだ。いいこと思いついた。携帯の方も、こっちの方で音声だけ取っていこう。はーい。ん？何これ？うわー。アトレティやんけ。マジか。アトレティか。サイドバック？そんなに欲しくないよーと思った。すげえこれ、能力。ありがとう。いや、すげえこの能力。ということでね、今回は他人なんとか君と一緒にガチャを引いてみました。ではでは。